で、まあ、最近一人女性が入ってるのなんとですね、視聴者の皆さん、もちろん編集さん、編集もなんか声全部やっとる。編集から見たうちの社員ってどうなんですか。ブリッジさんでもあれじゃないですか、人の心ないんかなみたいな。色はどうなんですか。義務教育受けてない説あります、ね、社長はよくその時に言うの、俺は視聴者に言われても気にしない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 気にしてます。やっぱ聞く耳やな、これがどんどんそこら辺ってぶっちゃけどう。まあ、とりあえずもう今めっちゃ飲み物飲み出して緊張してるから。はい、おはようございます。おはようございます。横浜店ございます。おはようございます。なんとですね、視聴者の皆さん、これ本当の初なんだけど、うちの編集さん、こんなうちの YouTube やった顔はモザイクかかってるんですか。はい、もうだって努力しれますからね。もう人的に俺は悪いかもしれないと思ったら、俺も今日下手なこと言えてね。編集ってさ、ほんとさ、動画撮るわけじゃん。だけど俺絶対まずいこと言ってるわけじゃん。まあその3人撮る時も分かるじゃん、はい、でこうだろうとか、あれこうだろうとか、それで全部知っといてるわけね。ただほんと暴露したらまだ俺の人生終わらせれます、ね。まあ、そうですね、ここの縁は完全に切れます、ね。はい、俺が全社員から嫌われるように動画を一本作ってください。多分一本5分で一撃で俺を殺せると思うよ。健康報道っていくらでも作れるっていうか、はい、ごめん。俺さっきチラッと聞いたんですけど、編集もなんか声全部やっとる。全部やってますね。はあ、声、社長はやっぱ演者として声が大きいので、はい、そう、声がちっちゃい人は上げて、はい、で例えばですか、カンタさんちっちゃいっす。カンタさん声ちっちゃい。すごい、やっぱお前の足場が一番いいらしいぞ。もうそこで思っとるだけで言葉にしてない。ああ、そういうことな。あ、現場で思ったんだけど言えなかったんだ。この朝顔つけた方がいいよって。僕らもでも前もって見てるわけじゃないじゃないですか、その現場を、うんうんうん。そこ営業で判断してもらえたら、その。カンタさん、ちょっともうちょっと声でかくお願いします。あれじゃ、ハエも殺せないと思うんで。ですよね。しかもあれ、編集したらまあまああいつは喋ってますけど、もっと喋らんすよね、喋らず。本当にそこを取り出すのってすごい大変ですよ。だから視聴者の皆さん、これ社長があんまフォローとかしたらちょっと、はい、キモい関係になっちゃうんですけど、俺の褒めてください、俺を。社長ばっか喋ってるとか、はい、社長のなんか社員を押し付けてるみたいに言うけど、はい、社長は動画を盛り上げるしかないので、はい、やっぱ喋ってない足場班の人を批判しましょう。ありがとうございます。今日横浜来てよかったわ。いや、これもう僕、はい、逆に社長から好かれたとしても、はい、みんなからめっちゃ嫌がって。いやでもそれはないし、まあでも逆にはそういうのって本当あんま考えてないですよ。考えてない。いい仕事してや人って評価する。まあ、ここカットですけども動画盛り上げる。いや絶対カットしないです。あかんわ、俺じゃねえもん。だってこの人は編集する人だった。じゃあ俺さ、知られてたら「いやこれカットしないですよ」とかさ言えるけど、ここいかんわ。もうそうっすね。編集するもん、はい、さっきの悪口はもう全部カットするなかったことに。いいところ、いいところ、めちゃくちゃいいところだけ。はい、何やってます今。2年半やってます。滝博さんと全く一緒ですね。滝博さんが初めて入った動画を僕が初めて見せました。あ、マジですか。そうです。やっぱり最初って緊張感があるじゃないですか、はい、この人たちどんな人なんだ、はいはい、で滝博さんが初めて入社した動画、社長が滝博さんの乳首をイッする動画で突っ込まれた方がいいよな。そうですね、緊張しちゃってしちゃうな、はい、ほらおいくらお人気者だよ。キッする動画でやばいと思って、この人たちと仕事できないって思ったのが最初の編集で、はい、素材もらってあ、じゃあ今回から写真になりますみたいな、はい、最初はなんか多分ちょっと安くて、そうです、お試しでやってみてください。ミオがやるのか、ミオじゃないですか。いや、はい、あいつだピーさん
ミオさん、さん、さん。全員やめてきました。やめてきました。アウト。全員じゃないですか。ミオさんはやめてないです。で、そう、話を戻すと、はい、一番最初の動画がやっぱり、はい、滝広さんの地区のクリーンってする動画で、もう 絶対やっていけないと思って、でも、でも今こんな関係になってるんで、やっぱ人生よくわかんない。それはどういうやばいのか、その編集がしづらいのか、あ、この人たち多分人間性すぎて、これはちょっと今日カメラマン全然喋らない。あ、カメラマン。あ、あって言ってください。あ、実はめっちゃ鏡映ってます。え、どうしようこれ。あ、これ編集大変だ。まあ YouTube をやるっていうで勉強に一緒にどうこうや。なんか俺もこれ言っとかんとなんか彼女かなんかって感じがさ、喋りさんこれ実は。これ彼女です。これどんだけ言ってもさ、もう編集の守り神がいないから今日。一番的になっとるから俺。鏡映るのやめとこ。社長の女です。はい、映っていいから。映っていいから。なんでお前手離すんだよ。はじめまして。はじめまして。ね、なんか YouTube やらしいね。はい。お仕事何されてるんですか。法廷通訳士です。いや、いい勉強になっとるだろう。いい勉強だな。いや本当にね、二人三脚だよ、撮影と。何の話でしたか。カンタが、なんか、カンタをボロマスして、全部カットしとるって言ったけど、ここで、まあ、カンタのことをいろいろ言っとったから、うん、それがないと俺ちょっと話が続けれないです、ね。いやもうカンタさんは本当男気ある職人さんで、本当素敵な方で。いやだけどぶっちゃけ、その、編集から見たら、そのうちの社員ってどうなんですか。ああ、なるほど。さっき俺それ気になるな。カンタさん声ちっちゃい問題、うん、カンタがまあ声ちっちゃいとかこういう風に思ってんじゃないですか。はい、堀川翔っていうのは案外自分をいい風に見せたがってんだみたいな。いやまず翔さんいいとこなんですけどやっぱ職長じゃないですか。はいはい、やっぱ男気半端ないなと思って。あーそうですね、みんな面倒見るしから、はい、めっちゃ高いのか、はい、なんかちょっと社長感があるというか、社長 の、はい、あの思想を受け継いでる感じがあって、はい、なんかかっけえなって思うことが、はい、めっちゃあるんですよ。上げてくな。ただただそんな男気のある翔さんなんですけど、はい、美穂さんと付き合って、はい、パパにもこれ、はい、初めて行ったじゃないですか、はい、挨拶しなきゃいけないじゃないですか。はじめましてって言わなきゃいけないじゃないですか、はい、あそこって、はい、何にも喋れてる。失礼します。失礼します。じゃあじゃあじゃあやばい。おいし。結果どこ行くの？喋ってなかったね、翔さん。喋ってなかったね、翔さん。だけど、あれですよね。それ編集でそれを面白くさせないかわけですよ。で、やっぱ言い方、まあ、翔さんの人がどういう、じゃ変な意味じゃなくて、どういう捉えるかわからんけど、やっぱブランディングとか会社のあれだから、社員をよく見せるから、それが仕事なわけじゃん。どういうふうによく見せようかっていうのは、でもそういうことですよね。素材はもうあんな、ミオの、家撮ったりする2時間3時間の2カメ3カメとかの出した動画を あいつが喋るその砂の中からなんか一粒の砂を見つけるみたいな作業をして そんな悪く言ってないです社長。翔以外は誰がおるかな。誰が聞いたの。リュージャーまあいいや。リュージャーいいですね。リュージャーまあいいや。もう十分笑いましたから。リュージャーさんでもあれじゃないですか、やっぱりブレなくないですか。ブレない全然ブレない。あのいい意味でも悪い意味でも。わかりましたよね。わかりました。でもやめるもんだよ。見ましたよね。見ました。あれ結構もうリアルで喋っておるとかもう本当にちょっとカメラ意識あんまり薄くしてもうマジなのちょっと真剣な話したじゃないですか。ちょっとリュージ言ってることよくわからないじゃないですか。え、そうですか。わかりますけどなんか人の心ないんかなみたいな。やっぱひょうひょうとしすぎてて、そうそうそう、でもずっと一緒にいた、はい、後輩じゃないですか、はい、上司とは言って、はい、
なんかあんなに感情崩さずにできると思って、なんかロボットなのかなと思って。ちょっと、そうですね。でもあいつらに聞くと、僕大丈夫ですけど。いや今や。ただ僕は、YouTube は、あの、その、ずいぶん甘いもん、一応ね、自分でやってるんで分かってるんですけど、ただ足場半は何も分かってないですからね。これリアルで受け取ってますからね。ミオはどうなんですか？ミオさん、めちゃくちゃ優しいですね。やっぱ優しい動画のままですね、ほんと。クソギあの、クソガキですか？いや、僕、クソガキじゃないです。好きなんじゃないですか？いやいや、その、彼女はまず彼女です。また、そう、編集はどうしようか。家でやる。家でやる。まあ、奥さん、あ、彼女は家にいない。普段。お出かけして、僕、晩飯毎日作ってます。彼女のお弁当も作ってます。ここちょっとあの唯一僕は今までで多分初めて言いたいんですけど、ここカットお願いします。カットお願いします。晩ご飯作ってるそういういいとこ全部カットお願いします。今んとこ悪口言う編集者。自分のクライアントの大切なクライアントの悪口を言う編集者です。あ、そうですよね。ちょっとミオの話聞きたい。ミオさんめっちゃ優しくて、うん、すごいやっぱ編集者をリスペクトしてた。あすごい物腰が柔らかいやり取り、あチャットのやり取りチャット、ただ、はい、これフックにしようかな、あ、はい、あの料理企画あったじゃないですか、あのペコちゃんと、はい、あのリリちゃん、皆、うん、はい、さん玉ねぎ切るとき玉ねぎここ置いて、はい、こうしようとしてるんですよそんなに重要みたいな。左利き俺大好きです。大好きです。超いいよ。やっとありがとうございます。お、それ何してんすか。何の動きそれ。スタートしたやつ一回。こうやってやった方がいいんですね。ちゃんと持って。飛んでくるっすよ。包丁じゃないよ。立て。危ない。危ない。ああ、洗って3秒ルール。石鹸団飛びでした。みんながマジで怖くて、みんなガチで止めるっていう大事故。なんか包丁の使い方って義務教育で習うのな。多分皆さん義務教育受けてない説ありますね。多分あのお父さんもそうですからね。すごいなんかあの優しい家庭じゃないですか。はい、愛のある。はい、だから意外とそういう闇があるかも。一個その編集で気になったことがあったんで、編集じゃなくてミオの話で気になったことがあったんで、ちょっとこれマジで聞きたいこと一個あるさ、さあミオっていう、まあ1年半ぐらいですか、で、まあ、最近一人女性が入ってるんですよ。ちっちゃい、俺これ動画で言ってんのかな、ガチ揉めしたって。いや、話すかこれ。一応俺はトライしてこれ全部カットされてる可能性はありますけど、まあグループラインにガチモンでしょうか。で、まあ、まあ一応、まあ、難しいのかな、ちょっと吐き気してきたら、ね、されるかな。まあ俺は本人にも、まあ、多分見てると思うんで、まあ、いい意味で、やっぱ聞く耳がない、これがどんどん、でなんかそこら辺ってぶっちゃけどうだった、まあ、誰って言ってないですか。いや、もう言ってますよ。これもう実質言ってますよ。あの中国人があのセサミストリートの真似したあのぬいぐるみ作って、これセサミストリートじゃないですって言うのと全く一緒です。これがセサミストリートじゃないよって言うのと全く一緒です。面白いな。まあ、よくも悪くも多分本当にいい子だけど俺に合わなかったっていうのも、まあ、俺は一つだと思うんですけど、いや、あの子にはちょっともうちょっと学んでほしいなっていうのは一つです。僕はそうやって思ってます。だからその俺だけが思ってんじゃないよっていうことを本人に伝えたんですけど、いや僕なんか、まあこれ動画で使えるかどうかなんですけど、なるほど、これいらないよね、いらないよねって言われちゃってたんですよ。なるほど、あのこれ全部買ったよな。いや、これ使わなかったです。これ使わなかったです。使わなかったです。使わないように、いや、カットじゃないですか。2周回ってカットやな。面白くもない。これ使うか。なんで、はい、僕はその
何だか忘れした忘れましょう。もう全部僕ガチカットな気がするな。だけどなんか本当にあの時に本当に思ったのは、そのあの子がいいか悪いか俺が悪いかどうかっていうのはどうとして、やっぱり伸びるやつってこういうふうに素直こうやってあってちょっと風貌やばいじゃん。いやいいですよいいですよ。髭生やしてロン毛なんで。入り口俺顔見たことないから、入り口をパーって見て、俺も、まあ、一応全員見ていくわけじゃん、はい、俺もちょっとここいい場所陣取りだからさ、入り口ちょっとやってみて、そこから入っていくおしゃれ壁を指定して、おいこれ座ってるわけよ、ここで入り口見とるわけで、パーって、でもずっと俺のこと見てるから、あ絶対来るぞと思ったけど、まあ、まだけどこの感じでさ、顔やめよく誤解されるんです、見た目で刺されるかもしれん、今日のこと見た目野獣だけど、ここはあの、まあ、一緒ですよ、僕ら確かに、確かに、はい、まあ、ある意味ですね、違う、いや、乙女ではないですよ、いや、乙女ですよ、あ、まじですか、どういうことですか、塗り替え道場さんって、はい、あの普通の会社ではやらないような結構尖ったことをやられるじゃないですか、はいはいはい、社長はよくその時に言うのは、俺は視聴者に言われても気にしない、はい、俺はもう気にしない、はい、気にしない気にしない気にしない気にしてますちょっと回して、なんか俺もなんかあのカバンいじっとったやん、あそう、なんでこいつカバンいじっとんだとかどうでもいいやそんな別にと思うけど、リアルだよね、ライコス吸うなとか、あ違う違う完璧にいいやんまあまあコメント欄なんでいいんだけど、それも含めての意見だから、まあそいつらもただの意見だから、一意見だから、はい、俺はチクリともこんだけど、まあ、ぶっちゃけ俺はチクリともこんだけど、まあ、おっさんを見てコメントガラスのハートです社長は、はい、まあ、そうですね、はい、だからコメント欄もあんまり見えないでしょ、見ると必死になっちゃうし自分のネタがやっぱブレてくるんで、アンチの皆さん聞いてください見た目こんな感じですけど女子高生だと思ってコメントしてめっちゃいじめてきますよ、もうめちゃめちゃあいつずれたな、あちょっと名前言っちゃった、あまあ、うん、まあそうかな、でもまあまあ結構いったかな、まあでもちょっと見て俺はまあちょっとチクリってやってほしいななんかそのスプレートとかそうじゃないですか、なんか自分ができるアピール、この人俺にめっちゃ仕事アピールしたいな、うん、思いの通りさ、よし、はい、それだけありまあ正直、はい、あの浜野さんじゃない、浜野さんの名言、はい、職人いじめとんかなはあったじゃないですか、あ編集者いじめとんのかなって思って、自分が仕事やってる、はい、これいつ使えるんですかあのコメント、あの編集者いじめとんどういう意味で、まあ、彼女も限らんけど、どういうやつがいじめになるんですか、これいじめだよなっていうどういうの、あなるほど、まあ、まあ彼女の方とかじゃない、とりあえずこれの話は終わって、終わって、まあ、別の話です、別の話ですね、いじめって何なんだろう、そうそうですね社長がこうドバで足をこう机の上にこう置いて喋ってたんですけど、はい、まあ、塗り替え道場さんだったらもう全然あるスタイルじゃないですか、それが よろしくないということで、はい、左下に映ってたんですけど、はい、それをカットしてほしい、はい、あカットするとカットできるじゃないですか、画面の外に出して、はい、いるかなお前より別に長いよ、うん、まあ、そんな言うつもり、なんか僕は何も言い返さずに言う通りにしたんですけど、やっぱ僕はあの依頼主が出すのが 100% 正解なんで、それに従うのが僕の仕事なんで、ただむしろ僕は出した方がいいぐらいに、あ そうですね、だってこの普通の大企業みたいにあるやり方に疑問を呈してる部分もあるわけじゃないですか、はいはい、だから足を乗っけるはむしろ、あそうですね、コメント欄が荒れるのはなんとなく想像がつくけど、あなるほど、俺すごいそれ、まあ、会社のあるあるだよ、社員でちょっとずれちゃいました、いやでもそうじゃないですか、会社のあるあるってなんか社員が会社のためにとか、うん、変な誤解を生んで、そんなこといいよ、ルールだから法律だからガチ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 すぎて、そういうの多々あるんですよね、はい、ちょっと一回経験しましょうか、いいんじゃないですか、もうこれぐらいで、取れたくあるんですよ、あどこまで使うかです9割ぐらい使ってください、一回取っていいよ、あ、これいいじゃん、あれ入れてみるんだよ、
出てない。僕実はこの間横須賀で横須賀の動画をアップしてたんです、はい、そしたら横須賀の人からなんか YouTube のレクチャーしてほしいって言って YouTube のなんか教えるみたいな。あ、マジですか。でそこで資料作ったんですよ。はい、あ、いいかもしれない。で横浜で横浜じゃなくて東京関係なんですよ。はい、はい、あ、やってもらおうか。そうですね、ぜひ、ちょうどね、これにも差し込めるじゃん、今この話を。ガンと、日付決まってる。日付は一応、まあ、6月19日予定します。目標？はい、6月19日、はい、これ資料を作って、でもさっきの一緒にサムネイルか、YouTube のアルゴリズムとか、こうやってあのビデオとかも、はい、まあ、最初はもう検索流入しか、もう狙い目がないよっていう、はい、ワードを SEO の知識使わないと入っていけないよみたいな、はい、はい、いいこと言ったら、お前ら初めていいこと言ったわ。お前と10年ぐらいの付き合いだけど初めていいこと言ったわ。でしかも最後ちょっと来てもらった方にインタビューとか撮らせてもらったら、多分あ塗り替え道場の動画はこういう風にできてこうだっていうまたプラスの意見が出てくる。あ、でまた次の勉強会に来てくれる人が増えるかなと思います。あ、なるほど。これでも人生初じゃないですか、自分の動画を編集するって。そうでもないですか。じゃないです。自分で YouTube チャンネルを作っていろいろ実験はしてるんで。マジですか。40万再生ぐらいは出した。マジですか。1本の動画で。もうじゃあちょっと概要欄貼っておきますか。いや、なしでお願いします。ここも YouTube 講座ポイント1なんですけど、はい、チャンネルなんですね、はい、で建設じゃないですか、はい、でここで20万人の人に紹介してもらったらラッキーじゃんって思うかもしれないです、はい、絶対ダメだ。へえー、じゃあ見に行こうって建設系の YouTube を愛してる人が見に行くわけですか、はい、興味ないから途中で動画閉じちゃうんですよ、はい、そしたら何が起こるかっていうと、今までにないようなニーズの人たちが動画を見て一瞬で閉じるわけですよ、はい、そしたら視聴維持率下がるんですよ。だからコラボってめっちゃ危険なんですよ。だから YouTube は本当にあの一歩一歩自分の力で進んでいくのが一番いいですね。もうまた社長の否定的なこと言っちゃうと、はいはい、最近の売り替えドジョナは社員さんのキャラが出てないなっていうのがありますね。でも社長の気持ちがめっちゃわかるんですよ。社長はこの現場に行ったらどうにか面白いサムネを作んないから、はいはい、どうにか面白い話しかしない。だからこの話題振る、あの話題振るってめっちゃやってるから、はい、社長が辛いのはめっちゃもうわかるんですけど、はい、ただもうちょっと待ってあげて、こう社員さんのこう会話を、視聴者さんからの評判がいいところがあって、はい、共通してやっぱ社員さんがいい顔になってるとか、みんな笑顔になってる。あ、聞き取りができてないとかスピーカーになっちゃってるとか、スピーカーになっちゃってる、もうちょっとだけスピード合わせるとか。じゃでもかといってそれをやったところで動画が面白くなるかも全く、うん、この社員さんの気持ちも分かるんですよ、うん、このお二人に聞きたいのが、はい、やっぱ社長っても抜群に面白いじゃないですか。そうですね。だからもう社長に任せた方がいいっていう意思はあるわけじゃないですか、二人も、うん、だからなかなか喋れないっていうのがあるんで、どこに割り込んでいいのかな。そうですね。なんでというか、まあ、結構社長がバーッとしゃべるとは思うけど、まあ、本当に高速の後にですよ。でも社長がしゃべる高速でしゃべるのは多分お二人が面白いことになるそれもあるんですけど、まあ、でも社長の辛さも分かるんですけど、はい、このお二人の辛さも分かるんですよ。なるほど。この動画を面白くしたいってめっちゃ思ってると思うんですよ、はい、でもそれは僕が出るべきじゃないって思っちゃってると思うんですよ。あ、逆にですか。思ってるんですか。だからもうよくしようこの相場を。だからなんか思うのはやっぱり何も考えてないわけじゃないですか、うん、考えてるけど口に出せっていうのは正直考えてるから出せないんじゃないですか。ですかね。あ、もう俺聞く話ですか。だからそこ、ここめっちゃ話し合えばいいと思うんですよ。だからあ、そういうことです、ね、めっちゃ話し合えば社長がこう道進んでて横からちゃちゃ入れられても多分社長もそういう話し合いがあったから受け入れられる気持ちになるわけじゃないですか。話し合いっていうのは動画外で動画内で。ああ、なるほど。俺それやってないな。動画の中でいきなりバーンとしてもっとつついてもいいよみたいな。俺ちょっと話飛んじゃう時あるから、もし飛んじゃったら戻してって。なるほど。だから視聴者さんに言いたいのはもう、うん、みんなつらい部分はあるし、みんなめっちゃ考えて思いやってやってるっていうのは声ないし。ああ、なるほど。僕はこいつらは絶対思いやってないと思いましたけど。そうじゃない。それも問題ですね。それも考えないですね。それも俺の考えが。多分2人ともめっちゃぐるぐる考えてる。喋らなきゃ喋らなきゃってすごい思うんですけど、ただ言葉が出てこない。出てこないし、その、はい、言っていたら、うん、失礼なのかなって思っちゃう。
そうですね、言ったら、まあそれは後で言うかみたいな、これじゃなかったんだみたいな、こんなこと言っていいのかな、こういうとこですか今目線感じたもんいやめっちゃ面白いですね、YouTuber でうちのやつをずっとその素材も含めて視聴者の見とるレベルってじゃあ 10% ぐらいですよね、残りの9割の絶対に出せない社長を上回る人とかもあってのこれなんだとか、まあ、そういうと社長が悪く見るんですけど、いいところもカットしてるそういうことですよね、なんか見せられないけどこういう優しさあるんだなみたいな、ああ、ありがとうございます、何をそんなこと絶対この人思ってないんですよみたいな、いや、多分動画編集者がコビ打ってキモいなって、そんなことないね、そんなこといや、でも俺のことはなんで今否定しない、あ俺のことは絶対違って、yeah.